こんにちは、有野です。今日はちょっと撮影が遅い時間になってしまったんですけど、夜ご飯といえばチャーハンを作りたいと思います。せっかくね、このカセットコンロ、これ購入したので、これで火でヒャッヒャッっていうチャーハンを作りたいなと思います。ただいかんせん私のお鍋が24センチウォークパンということで、若干小さいので、ちょっとコンパクトな女子1人前くらいな量になってしまうと思うんですけど、美味しく作れたらなと思います。で、材料はこちら。このみかんは私のおやつ。ネギ切りましたね。焼き豚、普通のサラダ油と、これがなんだっけ、ごま油で、お酒も大さじ1くらい準備してます。お塩も、はい、ありますね。あとお米が 220g、 美味しいお米だよ。美味しく炊けたのでこれも使います。で、卵2個ですね。じゃあ早速焼いていきましょう。はい、よし。気分がいい。で、何入れるんだっけ。具材投入。具材投入。おお、なんかもう美味しそう。お酒投入。ごま油投入じゃない、塩忘れてた。お塩もうちょっと先だよね。で、ごま油。おお、いい香り。これでなんかこういうのをやってみたい。そんなバカなことはしません。これは1年前。よいしょ。チャーハンだよ。じゃあいただきたいと思います。いただきます。こうチャーハンとかってすごいあっという間に作れていいですよね。今日はちょっとドキドキ、紅生姜の香りが、いい香り。めちゃめちゃバッチリです。ご飯も少しだけ、多分今日水分少なめで炊いたのですけれども、それも良いし、塩加減もいいし、いや、バッチリです。おいしい。なんかもっとこうかっこよく煽ったりとかできるようになりたいなと思います。
を言えば最初卵を入れた時に思いのほか熱くなってて卵が少し焦げちゃったんですよね。少しなんか焦げっぽい色になっちゃったんですが、でもね今まで作った中でこれも一番美味しいです。